毎度お気にこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。はい、今日のお題です。九州地方について、勉強しよう、その1ということで、やっていきたいと思います。それでは早速頑張っていきましょう。九州地方の1、県名、県庁所在地名ですね。まずは、ここを覚えていきましょう。県名と県庁所在地は合わせて覚えてください。ちなみに、それぞれの県庁所在地は赤点の場所が県庁所在地になっておりますのでご確認ください。覚えるときには右側の、画面答えを隠して、覚えていくのも一つの手かもしれませんね。そしてこの九州地方なんですけども、8番の沖縄県だけ県庁所在地の、名前が県と一致しておりません。沖縄県は那覇市なので覚えておいてください。そして那覇市は漢字が難しいので必ず書けるようにしておいてくださいね。はい、そしたら早速1番、福岡県は福岡市です。アジアの玄関口としても知られてますね。そして2番、佐賀県は佐賀市。3番、大分県は大分市。4番、複雑な海岸が連なってますね。長崎県の長崎市。そして、5番は熊本県の熊本市。6番は宮崎県宮崎市。7番、形も覚えておいてくださいね。よく出てくる形です。鹿児島県は鹿児島市。そして8番の場所はもうちょっと南の方になかったらダメですね、地図的にはね。沖縄県の那覇市ということで、8つありますのでしっかり覚えていきましょう。はい、そして、九州地方の地形を覚えていきましょう。左側の地図で、この番号ですね、穴埋めできるように一度頑張ってみてください。はい、地図上の1番赤い線のとこですね。北の方にある山地、これは低くてなだらかな、つくし山地です。漢字も難しいですね。覚えていきましょうね。そして2番です。高くて険しい山地、これは九州山地です。3番4番は、セットで覚えてください。平野があるところには基本河川がありだと考えていただいて間違いないですね。3番はつくし平野、そして4番は筑後川。やはり漢字が難しいですね。読み方も合わせて覚えておいてください。そして、米印のところ右側に書いております。このつくし平野の筑後川は水郷地帯と言われていまして、この周辺には網目のような用水路がかつてはありました。その網目のような用水路のことをクリークといって、広大な水を得られる、土地が、用意されていましたね。九州一の米どころとして知られている場所です。はい、5番です。阿蘇山は、世界最大級のカルデラの地形として知られる山ですので、漢字も難しいですけども、一緒に覚えておいてください。そして、6番です、宮崎平野、これは、ピーマンですね。野菜の早作り促成栽培をしている場所です。そして7番、シラス台地は火山灰地です。さつまいもを作って、それを餌に豚なんかの、飼育もしている場所です。8番は種ヶ島、1543年に、鉄砲が伝来したことでも知られています。そして、今では宇宙開発センターで有名な場所ですね。そして9番、屋久島です。世界自然遺産に登録されている縄文杉が有名な島です。さあ、南側にある種子島と屋久島ですけども、どっちがどっちかごちゃになる人がいてますね。細長い方が種子島です。柿の種によく似ている細長い島の方が、種子島。柿の種種種子島なんて覚えてしまってもいいかもしれません。はい、最後は10番、奄美大島ですね。2021年に世界自然遺産に登録されたということで、押さえておいてください。はい、いきなり社会科復習クイズ、に行きましょう。
次の地図中ですね、地図中の括弧に当てはまる言葉を答えなさいと、どれくらい覚えているでしょうか。1番低くてなだらかな何山地だったですか。2番高くて険しい何山地だったでしょう。そして3番4番セットで覚えてくださいね。漢字が難しかったですよ。何平野で、4番何川だったか。網目のような用水路クリーク、九州一の米どころであった場所ですね。そして5番は世界最大級のカルデラがあった、漢字が難しい、山でしたね。はい、6番ピーマン、野菜の早作り促成栽培で有名な平野。そして火山バイドの7番、何大地だったか。8番は柿の種種何島だったでしょう。9番は、世界自然遺産に登録されている島。そして、10番が2021年に、新たに世界自然遺産に登録された島でしたね。さあどれくらいわかるでしょうか。答え合わせいきますよ。はい、そしたら答え合わせに行きましょう。はい、1番です。1番はつくし山地、2番が九州山地、3番はつくし平野に、4番筑後川、5番は阿蘇山、6番が宮崎平野、7番白洲大地、そして8番種子島、9番屋久島に、ラスト奄美大島ということになります。どれくらい答えられたでしょうか。また、復習しておいてくださいね。よろしくお願いします。はい、今日は、この辺にしておきましょう。今日のお勉強は九州地方について勉強しようその1ということで、お送りしました。皆さんどうだったでしょうか。また復習しておいてくださいね。そしたらこの辺にしておきましょう。お疲れ様でした。さよなら。